あのさ、三宅くん、林くん、谷山くんだよ。三宅くんはガジェット好きな人で、僕が学校でよく飛ばしているドローンに興味を持ってくれていたみたいだね。林くんは普通の人は知らないようなコアな知識を持っていて、僕も話していていろいろな発見があるよ。それから谷山くんはいろいろな映画やアニメ作品を見ていてね、映像ならではの演出にも詳しくて、面白そうな作品をいくつか教えてもらったんだ。僕自身こんなにもスムーズに友達になれるなんてすごく驚いてるよ。単純に比べることはできないな。ねねにつかさくん、N くんに出会った今の僕だからこそ、こんなにも普通に友達になれたんだと思うしね。そっか。確かにね。